江ノ木田大輝は、鹿児島県総群大崎町出身のプロ野球選手。左投げ左だ。大崎小学校4年時に、地元の鹿児島県、大崎ソフトボールスポーツ少年団に所属し、ソフトボールを始める。5年生の時には、全国大会優勝。当時、同チームの1学年先輩には、松山龍平が在籍して、保守を務めており、 えのきだともバッテリーを組んでいた。大崎中学では野球部に入り投手兼外野手。小林聖光では1年春からベンチ入りし、秋からは本格的に投手として起用されるようになる。3年の夏は準決勝で日南学園校に敗れ、ベスト4。甲子園出場はならなかったが、打者として注目され、投手としても高く評価されるも、 体育の教員免許が取れる福岡大学に進学。二年上には後に東北楽天ゴールデンイーグルスに入団する藤原博史通り、一年上には後に阪神でチームメイトとなる白、新田博和がいた。四年春には肘を痛めながら二勝を上げリーグ優勝に貢献し、大学選手権出場を決めた。リーグ通算十二勝でドラフト候補にも挙げられたが指名されず、 東京ガスに入社した。東京ガス時代のチームメイトに、後に楽天に入団する美魔学がいる。東京ガスでは入社1年目から投手の柱として活躍し、2009年の第80回都市対抗野球大会では若地師匠を受賞し、交差案として注目される。翌2010年の第81回都市対抗野球大会でも大いに活躍した。 2010年の NPB ドラフト会議で、阪神タイガースから一巡目で指名。契約金1億円に、出来高分5000万円、年俸1500万円という最高条件で入団した。背番号は13。なお、指名後の同年11月には、杭州アジア大会に野球日本代表として参加。銅メダルを獲得した。2011年には、新人ながら、 開幕からセットアッパーとして活躍。5月24日の対埼玉西武ライオンズ戦でプロ初勝利を挙げると7月7日の対中日ドラゴンズ戦ではプロ初セーブを記録した。さらにオールスターゲームにも監督推薦で出場。阪神でオールスターに出場した新人選手は当時の一軍投手コーチ矢部圭一の現役時代以来であった。 後半戦の序盤に蓄積疲労の影響でに、軍調整を経験したものの、8月15日に1、軍へ、再び昇格すると、セットアッパーへ復帰。公式戦全体では、西村はじめ校の60試合を上回る、球団新人新記録の62試合に登板した。この間に稼いだホールド数は33で、セントラルリーグの新人投手では、歴代最多。 NPB の新人投手全体でも歴代2位に相当する記録であった。2012年には前年に続いて開幕からセットアッパーに起用されると NPB シーズン対記録の8試合連続ホールドを記録。9試合目での登板でも無失点に抑えたがチームが8点差をつけていた場面からマウンドに立ったためホールドがつかず新記録の達成を逃した。 オールスターゲームでは選手間投票で選出されていた中日のトニブランコが左手骨折のために出場を辞退したことからブランコの代替選手扱いながら2年連続出場が内定していたしかし内定後に左肘の関節を痛めたため結局はエノキダ自身も辞退阪神の選手ではヤブ以来になるはずだった入団1年目からの 連続出場には至らなかった。8月21日に軍へ復帰したが、左肘痛の再発をきっかけに、左肘関節炎との診断を受けたため、9月21日に、再び出場選手登録を抹消。同月27日には、シーズン終盤にもかかわらず、翌シーズンの早期復帰に備えるべく、左肘有利軟骨の除去手術を受けた。 2013年には、前年に手術を受けた左肘への負担を軽減すべく、プロ入り後初めて先発に転校。4月4日の対中日戦で公式戦への先発デビューを果たしたが、失策による1失点で敗戦投手になった。しかし、2試合目の登板になった同月11日の対、読売ジャイアンツ戦では、8回途中までに編んだ無失点に抑えて、 先発初勝利。一時は、セントラルリーグの防御率ランキングで、トップに立つほど好調だったが、4月と7月に2勝ずつ、上げただけで、勝ち星は伸びなかった。9月15日の対東京ヤクルトスワローズ戦では、ウラディミール・バレンティンから1回裏に、シーズン本塁打の日本プロ野球新記録の56号本塁打、3回裏の、 第2打席に2打席連続で、アジア野球新記録の57号本塁打を献上。先発として、プロ入り後最短の3回で降板すると、翌16日以降は1軍から遠ざかった。レギュラーシーズン全体では、リーグ優勝の巨人から先発で3勝を挙げたものの、4勝9敗と、負け越し。さらに、3回にわたって、戦線を離脱するなど、 一軍の先発ローテーションへ完全に定着するまでに至らなかった。シーズン終了後の契約交渉では、球団からプロ入り後初めての減法提示を受けた末に、推定年俸4100万円で契約を公開した。2014年には、巨人との開幕カード第3戦で先発を任されたが、3回裏の終了までに4点を失った末に黒星を起死。 以降も3試合に先発したが、2試合で3回途中に降板。4月20日に出場選手登録を抹消された。6月8日の対福岡ソフトバンクホークス戦では、初回に味方打線が9点を取ったが、3回途中6失点で降板。翌9日に登録を再び抹消されると、2軍での再調整を境に、中継ぎ要員として1軍に復帰した。 8月に左肩の違和感を訴えたが、最短期間での二軍調整を経て、同月29日の対ヤクルト戦に救援登板。一死も取れないまま首脳陣から交代を命じられたばかりか、翌30日の同カードでの救援登板でも一死を取っただけで1点を失ったため、シーズン3度目の登録抹消に至った。一軍公式戦では、 通算24試合の登板で2勝1敗にホールドを記録したものの先発では1勝も上げられなかった。2015年には左の救援陣が手薄なチーム事情などを背景に中継ぎ1000人で再起を期した。しかし公式戦への登板はわずか8試合で2年連続の未勝利に終わった。2016年には3月27日に 中日との開幕カード第3戦へ救援で登板。1回を無失点に抑えた末に、自身2年ぶりの公式戦勝利を挙げた。一軍公式戦では35試合に登板。防御率は4.35ながら、1勝1敗3、ホールドという成績を残した。2017年には、9月7日の対広島戦から、公式戦3試合に登板。 防御率1.42と1ホールドを記録したが、シーズンの大半を2軍で過ごした。2018年には、春季キャンプを2軍で迎えた後に、教育リーグで、実戦登板を重ねていた。2018年3月14日に、埼玉西ブライオンズへ移籍することが発表された。右投手の岡本洋介との交換トレードによる、 遺跡で、背番号は岡本が着用していた30を継承。3月16日に NPB から支配下登録選手として講示された。左腕の中継要員の強化を見込まれての遺跡であったが、一軍における左腕の先発要員が事実上、菊池武士性に限られるチーム事情から、遺跡後は先発投手としての調整へ専念した。 2018年のレギュラーシーズンでは、4月12日の、対千葉ロッテマリーンズ戦に、先発投手として遺跡後発の公式戦登板。6回を5被安打2失点に留めた末に、遺跡後発勝利を挙げた。一軍の公式戦における先発勝利は、阪神時代の2013年7月17日に、対巨人戦で記録して、以来、1730日ぶりであった。 この試合から5月13日にメットライフドームで催された同カードまで先発登板の4試合に全勝6月3日の対阪神タイガース戦では古巣の打線を7回3失点に抑えた末に一軍の公式戦では自己最多のシーズン5勝目を挙げたその後も先発ローテーションの一角で白星を重ねた末に9月19日の 対北海道日本ハムファイターズ戦で2桁勝利を達成。10月2日に札幌ドームで催された同カードに7回1失点という高騰で11勝目を挙げたことによってレギュラーシーズンを締めくくった。なお、チーム10年ぶりのパシフィックリーグ優勝を経て進出した福岡ソフトバンクホークスとのクライマックスシリーズファイナルステージでは10月19日の 第3戦に先発。ポストシーズン中の公式戦への登板は、阪神時代を含めても初めてだったが、3回4失点という内容で敗戦投手になった。結局、チームも2日後の第5戦でステージ敗退を喫したため、日本シリーズでの登板までには至らなかった。2019年には、菊池のシアトルマリナーズ遺跡で、左腕の先発陣が、 手薄になったことを背景に、春季キャンプから、先発調整キャンプの途中まで一軍相当の、A 班に帯同していたが、左上腕部の三頭筋を痛めた影響で、一軍への復帰は5月2日の対日本ハム戦での、先発登板まで持ち越された。この試合では8回1失点の好投で、シーズン初勝利を挙げたものの、 投球フォームの乱れから調子を徐々に落としたため、6月中旬から2ヶ月にわたって2軍でフォームを修正。レギュラーシーズン全体では、1軍公式戦13試合の登板で4勝3敗と、勝ち越しながら、防御率が6.52にまで達した。2020年は6月の開幕を2軍で迎える。 7月から8月にかけて4試合1軍での先発を任されるも、イニング数を上回る、非安打を打たれる苦しいピッチングが続き、8月26日の対日本ハム戦で3回途中5安打7失点と打ち込まれて、以降は2軍での調整が続いた。11月2日の対日本ハム戦で7回途中1安打無失点と高騰し、同年初勝利を挙げるも、これが、 シーズン最後の一軍登板であり、5試合の先発で1勝1敗、防御率5.25という成績であった。2021年も開幕を二軍で迎える。3月30日の二軍戦で先発するの打球が直撃し、1イニングで降板。5月1日に実戦復帰するも、5月18日にまたも打球が左指に直撃し緊急降板。 左腰末節骨解放性骨折、季節骨骨折と診断され、5月28日に手術を受けた。結局一軍昇格にも至らず、10月20日に契約満了に伴い退団することが発表された。戦力外通告後の12月8日に行われた12、球団合同トライアウトに参加し、半身同期入団の荒木久やら3人と対戦して、 飛案だ1の内容だった。投球する、エノキダ平均球速約時速1 3 9トル最速時速1 5 0トルのストレートと2種類の、スライダー、2種類のスクリューボール、一方で、フォークボール、カーブを投げ分ける。フォークボールは回転のない独特の軌道で落ちるため、アマチュア時代は1試合に1.2球投げる程度だった。また、クイックモーションや、 一類へのカバーリングに長けている。2018年に西部へ移籍してからは本拠地メットライフドームとの相性の良さを発揮。2019年までの一軍公式戦では2018年のセパ交流戦で中日相手に黒星を喫したものの通算16試合の先発登板で9勝1敗という好成績を残した。相性は JX エネルギーのイメージキャラクターに容姿が似ていることからつけられたエネゴリ、ゴリ。また、ツノマルの漫画、モンモンモンにも似ているとされ、2016年にはタイガース及びエノキダとのコラボグッズが発売される。もともとは中日ファンで自身と同じサワン投手の岩瀬人則に憧れていた。阪神時代には岩瀬と同じ背番号13を着用。 入団1年目の2011年に出場したオールスターゲームでは当時のチームメイトだった藤川球児の計らいで岩瀬とのキャッチボールにこぎつけた。エグザイルの黒木啓治が高校の公式野球部の7年先輩にあたる縁から阪神入団当初から登場曲をエグザイル、エグザイルザセカンドの楽曲にしている。阪神2年目の2012年3月1日に 東京ガス時代に知り合った3歳都市への一般女性との結婚を発表。実際に結婚したのは同年3月14日でちょうど6年後に阪神球団から西部へのトレードを通告された。日本分離大学から日本新薬へ入社した2歳下の実定、広木は自身と同じ左腕投手として社会人野球で活躍中。 日本新薬のエースとして出場した2016年の Java 東京スポニチ大会では2試合連続完封勝利でチームを優勝へ導くとともに MVP に選ばれた。ありがとうございます。